時間は8時向か始まりました。亀井久志のカメラジオ、通称カメラジ。今日もここ FM 小田原の欅通りスタジオより 78.7MHz の電波に乗せお送りする60分間。パーソナリティは私、ライブハウス小田原シャレードにて店長をしております亀井久志です。そして今週もスタジオにはゲストが遊びに来てくれています。今日のゲストはこの方々です。どうもムーナッツです。お願いします今さ、ドーモがきっかけだったけどずれたよね。早速ずれたずれたよね。ずれましたね。ずれましたね。打ち合わせ、練習不足ですか。はい、ここでは初めましてですね。よろしくお願いします。さ、とりあえずね、いつものコーナーやらせてください。はい、今日は誰の誕生日。はい、今日は11月の16日、世界に至る所で誕生日を迎えている人がいます。カメラジーはその誕生日をゲストの皆さんと一緒にお祝いしようという企画なんですけれども、はい、いいよ、ちょっと喋って。はい。緊張してる、緊張してるよ、ね。緊張してるよ、ね。初めてだもんね。はい、ちょっと後でね、ムーナッツの紹介はしますけれども、とりあえず誕生日の方行ってみましょう。本日11月16日生まれの方はですね、お笑い芸人ですね、小島よしおさんです。おめでとうございまーす。わかるよね、小島よしおぐらいわかるよね。わかるよね。あの、今日ね、ゲストの方若いんですよね。だからちょっとどこまでわかるのかなと思って、もう一方行ってみましょうか。タレント女優元ってついてますけれども、さえこさん、おめでとうございます。あの、ダルビッシュのね、ダルビッシュの何かですね。あんまりよくわかんないけど。あとはね、あの、ラジオ聴きの皆さんの中でも誕生日迎えてる方いらっしゃるかもわかりませんので、おめでとうを伝えたいと思います。おめでとうございます。はい、というわけで少し番組の紹介をしたいと思います。このカメラジオは音楽トーク番組ということで、ノンジャンルで選曲していきます。フリートークコーナー通称カメトークでは、今日ゲストのムーナッツとね、いろいろお話をしていこうと思います。お願いします。お願いします。はい、あとはメンバーさんにね、選んでもらった好きな曲もオンエアされますので、ぜひともチェックしてみてください。ライブ告知は番組の最後に行いますので、ぜひとも最後までお付き合いください。それでは今週はこの曲から始めようと思います。あの、すごいね、悩んだの今回、君たち若いから。で、好きそうなやつを持ってきました。聞いてもらいましょう。フーバスタンクでセームダイレクション。カメトーク、カメラジ、カメトーク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 。はい、聞いていただいたのはフーバスタンクでセームダイレクションでした。かっこいいでしょ。かっこいいです。盛り上がったもんね。かっこいい、かっこいいって盛り上がったもんね。そう、フーバスタンク、これね、アルバム自体は2003年のね、リーズンっていうセカンドアルバムから聴いてもらって、まあそれのタイトル曲、1曲目だったかな、タイトル曲なんだけどね、いや絶対好きだろうなと思って持ってきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日のゲスト、ムーナッツの紹介をまず僕からね、はい、したいなと思うんですけれども、え、シャレードでライブしたの今年が初めて。5月12日が初めて。よく覚えてるね。覚えてるもんなんだね。あの覚えてる、うん、アリーナのオーディション。あ、そっか、そこで来たんだ、ムーナッツ。はい、そこ初めてで、ね、それまでなんか怖かった。怖かった、はい、シャレード。なんか入り口が、うん、なんかステッカーだらけで。そうだね。で、なんかライブハウスって怖いイメージあった。あ、怖い、ライブハウス。最初怖いよね。最初は、まあ、今別にでしょ。怖くはない。俺の顔ぐらいしか怖いのね。若干ちょっと人に優しくない顔してるわけですけれども、まあムナツ、平成何年生まれ？平成8です。あ、8と9。びっくりするよね。平成8だってまだ24年？今平成24年だもんね。平成8年、16歳。高校1年生なんですよね。はい、割と今2人は地元この辺の高校ではあるか。はい、そうだよね。1人メンバーで神奈川だけど県西地区ではない高校の子もいる。はい、けどまあ、え、地元が一緒とかなの、もしかして？全員もう。歩いていけるよね。あ、そうなんだ。幼馴染みたいな感じ。幼馴染み、なんかちょっと難しくなるんですけど、おう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 、ボーカルとギタボとドラムが、うん、とベースが幼稚園一緒だったんですよ。おうおう。で、そっからベースとギタボとドラムは小学校一緒に上がったんですけど、おうおう、ボーカルが外れた、ね、外れたとこで今のギター
とあって、ああ、じゃあまあ小学校幼稚園からの付き合いだね。もう小学校でそこで中学校でみんなくっついたみたいな。あ、中学校みんな一緒、はい、あ、そうなんだ。それでバンドとかもやったりしてたもんね。はい、はい、じゃあまず改めてね、あの自己紹介をしてもらおうか。今のところ名前言ってないからね、ね、はいはい、あのしてもらおうと思うんですが、ここでね申し訳ないんですが、カメラジ名物アドリブ質問というものが出てきまして、はい、全部のゲストさんにやってもらってます。あらかじめカメラジで話す内容は出演者さんにね、あらかじめこういうこと話そうねって言ってるんだけど、はい、ここで一つアドリブの質問を混ぜます、はい、とりあえず答えてもらうのは、バンド名、担当楽器、お名前、あと一つね、どうしようかな、好きな秋の食べ物にしようかな。何でもいい、何でもいいから、僕から、じゃあ今日3人でブラジオやってるので、僕から、はい、お手本みたいな感じでね、いきますので、はい、聞いてください。ハッピーガイズというバンドでドラム&コーラスを担当しております、亀井久志です。よろしくお願いします。僕の好きな秋の食べ物はですね、かぶったらごめんね、サンマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しいよね、サンマね。美味しいです。でも、お腹の苦いとこは食べれません。はい、じゃあ僕の正面行ってもらいましょう。ムーナッツでドラムをやっています高橋健太です。高橋健太くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。好きな秋の食べ物は柿。柿はね、いいんだよ。どっちも柿じゃないでしょ。どっちもいきます。あ、柿もいいの。どっちもいきます。柿はね、いいんだよ。なんだっけ、柿が赤くなると医者が青くなるっていうことわざがあって、栄養価がすごい豊富なんだけど、あとは体を冷やす系の食べ物だから、食べ過ぎちゃうとあんま良くなくて、うん、ただ熱がある時に食べるとその体を冷やしてくれるからいいとされてますね。はい、物知りです僕は。はい、じゃあ続いてもう一人行ってもらいましょう。ムーナッツのギターボーカルの河本海斗です。河本海斗くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、好きな秋の味覚、まあ僕もサンマが大好きで。サンマが大好き、はい、昔からもうめっちゃ食べてますね。めっちゃ食べてる、はい、もう日に2匹ぐらい食べてます、ね、もう秋になったらもう速攻ね、もうですね。サンマは、はい、サンマは大好き、はい、対抗しに来てる。サンマってさ、刺身とかで食べる？え、焼くの？じゃあ、刺身って刺身であるでしょ今。ああ、見たことありますよ。なんかお寿司屋さんとかもサンマの握りっつって あります。俺なんか それって最近じゃないかなと、うん、俺もずっと焼きだったから焼く派だったんだけど、はい、焼く派？俺も焼き派です、ね、サンマっつってメニュー浮かぶのはなんか七輪の上でさ。七輪なんか焼かないでしょ。七輪ありますよ家に。嘘、やるんすよ。うわ、いいな。それはいいね。なんか下に落ちて、えなんか炭、炭、なんか木炭みたいな。今、うん、木炭と炭って違う。炭かな。炭だね。炭だろうね多分ね。そうなんかを火つけて上に焼いてジュージュー。なんかホームセンターとかでも、うん、売ってるね。なんかでも水があるついちゃうと割れちゃうらしいんですけど。ああ、そうね。だからそれさえ気にしてれば。へえ、なんか粋な食べ方するね。網とかもなんかでも最近、今年はまだやってないのかな、去年とかやってたんですけど、網とかもなんか100均、100円で買えるんですよ。あ、まああるだろうね。へえ、だってめんどくさいじゃんね、いちいち炭起こしてあれだって冷めるの大変だからね。はい、というわけで来てもらって、今週ムーナッツお二人ね、メンバーは全員で5人で、今日来てないのはボーカルのヒカルくんとギターの歩くんとベースのなんだっけ、鍋旬ね、鍋旬だけなんかね、鍋厚みたいになってます、ね、世界の鍋旬みたいになってますけど、ね、はい、とりあえずね、曲をかけようか、この辺で1曲で、はい、ムーナッツオリジナルもあるよね、曲はね。オリジナル今のところ1曲1曲できてるんだけど、まだ音源化されてないと。されてないということなので、まずは1曲そのバンドで今コピーしてる曲からね、聴いてもらおうかと思うんです、はい、まあ大好きなアーティストだと思うんだけど、曲紹介じゃあ健太お願いします、はい。ワンオクロックで完全感覚ドリーマー。はい、聞いてたのはワンオクロックで完全感覚ドリーマーでした。いいんだよね。はい、合ってます、合ってます、はい、ワンオク好きだねみんなね。今の高校生たちは。はい、大好きです。好きだよね。この曲やってるよね。やってます。一生懸命ヒカルが歌ってるイメージあるわ。高いでしょこの曲ね。高いです。辛そうだもんねいつもね。はい、というわけで聴いていただきましたけれども、そうだね、いろいろちょっと聴いていこうかね。はい、ムーナッツ、まずそもそもバンド名の由来、これ初めて来たねゲストさんに聞いてるんだけど、はい、ムーナッツ、ムーナッツは、はいはい、カイト、カイト喋る、はい、お、リーダーだもんねカイトね。リーダーじゃあリーダー喋る、はい、はい、なんで一応なんだろうね。一応リーダー、はい、はい、ムーナッツのまず MW がムーですね。ムーが俺んちの、うん、猫の名前。あ、そうなんだ、はい、ムーって言うんだ。ムーって名前なんです、うん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 、はい、で、ナッツが、うん、もう一人のギターの、うん、歩の、うん、
猫の名前。あ、猫の名前なんだね。そう、なんかいっぱいね考えていろいろやったんだけど、結局なんかかっこいいの思いつかなくて、じゃあ猫の名前くっつけ、なんかなんかの表紙にくっついたよね多分。ムーナッツが一番かっこよかった。でなんかそのままムーナッツだとかっこ悪いから、なんか映画でムーって手塚治虫の、はいはいはい、MW って書いてムーって、なんかそれで、あ、これでムーにしてナッツくっつけたらいいんじゃないかみたいな。へえ、なんか多分無意識なんだけどね、そのいい感じなんだけど、そうスペルが MWNUTS ムーナッツでしょ、はい、で検索かけると一発にかかるもんね、あの造語だから。あ、なんかかぶる他に。あ、もしかしてミーナッツって。ああ、そういうのはねしょうがない。なんかワインかなんかなのかな。なんかね、検索かけて出ない言葉ってすごい今有利で、だって今何でも調べるでしょ、はい、なんか CM とか見てもさ、続きはウェブでみたいなさ、検索かけるみたいになるじゃん。だからそれで例えばだけどマイクとかっていうバンド名するじゃん。めっちゃ出る。目の前にあるマイクを見て思ったんだけど、マイクってバンド名だったら他のマイクいっぱい出ちゃうからね。そのホームページまでたどり着けないから、そういう意味ではね有利なバンド名。でも今のでさ、自分のバンド名検索してるのバレちゃって、じゃあ、まあまあまあ、じゃあ恥ずかしいよ。自分の名前とか検索かけない？あ、かけたことある、ね、競馬選手が出てきた。ああ、ほんと？あの、俺のバレー部の先輩出てこなかった？あ、出てない、出てない。あ、知らないよね、みんなね。そう、俺しか知らないですよ。そう、メールでやり取り、ほら、一回名刺渡して連絡してって、ね、あの来た時に、高橋健太っていう名前だったじゃん。あの、はい、僕、知り合いの先輩でいて、あの、ちょっとこれ以上はもうラジオで言えないんだけど、高橋健太先輩っていうのがいたので、覚えたんで、一発で、健太は。っていうのをちょっと思い出しましたね。はい、ちなみにじゃあ、あとバンドを始めたきっかけ、まあ小学校、幼稚園が一緒、小学校で一緒、中学校で全員揃いました。いつからやってんのバンドは？バンド自体は中2の中学校2年生夏ぐらい。夏ぐらいです、はい、誰がやろうって言ったの？やろうって言ったわけじゃなくて、最初ちょっとかっこいいからと、あとなんかピローズのミュージックビデオを小6の時に見て、はい、あ、これかっこいいなと思って、うんうんうん、とりあえずギター買ったんですよ。はい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 。だけど全然弾かなくて、で小6で一人でやってたから何も分かんなかったんですよ。ケンタが一人でやってたんだ。それで中1ぐらい、中1の春ぐらいですね、カイトに、カイトお金持ってるから、カイトお金持ってるから、支えばこいつやってくれんだろうと思って、ね、ギター買いくぞっつって、その日のうちにね、はい、ギターを買い、はい、2人でギターやってたの。ちょぼっとやってまた冬眠して、はい、まあできねえもんな、うまくな。でそこに歩が入ってきたね、今のギターの歩だね。そう、それでなんか乗ってきてやってたんだけど、3人ギターになっちゃった。そうだね、はい、ちょっとバンド成立しないで、でなんかバンドやりたいなってなった時に、ゲームセンターのドラムマニア、はいはいはい、はい、あれやちょぼっとかじってて、だけどまあ実際全然違うんですけど、まあね、でもなんか、あ、俺ドラムやりたいなって思って、親に一生の誕生日とクリスマスいらないから買ってくださいみたいな感じで、エレドラを買ったの。そうです、電子。へー、すごいね、なんかね。ドラム、でもドラムマニアやってたからドラムやりたいってなったわけじゃなくて、なんか、かっこいいなと、あとこの3人の中で誰がドラムやるって言ったら、がたい的にも俺だろうみたいな。それさ、よくないよね。あの、僕の話もしていいですか？あの、僕もやっぱバンドに憧れて、僕ブルーハーツがすごい好きで、中学校の時にバンドやろうと思って、とりあえずギター買うんだよな、まず。はい、ベースって地味じゃん、なんか4本だしさ、よくわかんないし、1本で1人でやってても面白いから、とりあえずって。で、ギター買って、まあコード弾けるぐらいまでなったの。で、高校入って軽音楽部入ったんだけど、いざバンド組んだら、ボーカル、ギター、ギター、ベースになっちゃったの。で、ドラムがいないのよ。ってなった時に、その4人で話して、俺もギターだったんだけど、ちょっとドラムできたの。8ビートぐらい叩けたの、はい、じゃあいいじゃんお前ドラムでって、ドラムっぽいし、ガタイで決まるよね大体ね、ガタイと顔とね、そうそうそう、ドラムなんなら俺ギターもちょっとちっちゃいからね、あ、竿自体がね、そうなんか、スタジオとかで俺がギターも、あ、似合わねえって、そうそうそう言われんだよな、すごいなんか差別だよねそれね、はい、ギターボーカルとか憧れるよね、かっこいい、一番だってみんなが見るから、そう、なんで俺の前に立ってんのって思うドラムやってると目の前にボーカルいるからさ、もう悔しくてね、頑張るしかないよね、ドラムとしてね、頑張ろうね、ケンタね、お願いします。16歳で、そうだ、16歳でしょ、俺今年30なんだけど、半分ぐらいしか生きてないんだよね君らはね、はい、そうか、知らない音楽はいっぱいあるだろうからね、あの、今日はいろんなかっこいい音楽を持ってきてみたんだけど、でも次は知ってるだろうな、そう、知ってたもんね、知ってました、なんだっけ、モテキか、そうです、映画、これ映画のモテキに入ってたの、この曲、なんか挿入、なんだろう、映画かな、なんか
そう、俺以外彼女いる友達と、うん、彼女いない時に、うん、中学校の時みんな見に行って、うん、だから覚えてたのか分かんないんだけど、その映画のモテ期ってあれなんか 長澤まさみが可愛かったやつだ。そうそう、あーなんかすげえキベが言ってたキベ某ソライヤモンのねキベってボーカルがいるんだけど、あの映画見に行ってもう大変なことになりそうだったっていう話をねしてましたね。挿入歌すごいいいんだよね全部。あのセンスいいよね、このドラマでもやってたじゃん。でかまってちゃんとかもそこから火がついたイメージもあるし、それドラマのね、うん、普通にブルーハーツが出てきたりとか、本当に年代ハッピーエンドとかね全然関係ないところ出てきたりするから、すごいセンスあるなと思って、あと出てくる女がみんないい女なんだ。大体いい女なんだ。で森山未来だっけ、あ主役のね、あの子はね僕すごい個人的になんだけど、18の時にバイト先にいた鈴木くんそっくりなんですよ。分かんない、あ分かんない、分かるわけがない、ね、本当にあの世界の中心で愛を叫ぶみたいなやつの映画版か、うん、それも多分長澤まさみじゃないかなと森山未来で最初やってたんだけど、その森山未来が鈴木くんそっくりでした、はい、完全に私のこと私言ってみましたけれども、じゃあ一曲聴いてもらいましょう。僕選曲ですね、シクガーボーイズで物語は地と不安定。